半目勝負とは、囲碁の対局において、結果が黒の半目勝ちないしは、白の半目勝ちになる、際どい勝負のこと。囲碁は、黒と白の石を交互に置き、囲った面積の広い方が勝ちになる競技である。ただし、込ミを設けないと、黒と白の地が同じ面積になった場合は、引き分けとなってしまう。これを事後と呼ぶ。そこで、引き分けをなくすため、 また先手の有利性をなくすため、囲碁の公式ルールでは、互い線の対局の場合、コミという黒にハンデを負わせるルールが設けられている。現在の日本ルールでは、コミは6目半となっており、この6目半を白地に加算する。例えば盤上の地が黒50目対白46目になった場合は、白地に6目半が追加され、 最終結果は黒50目対白52目半で白の2目半勝ちとなる。つまり黒は盤面で7目以上のリードを作れば勝ち。白は黒のリードを6目以下に抑えれば勝ちとなる。終盤に入った時点で結果が黒の盤面7目勝ちか盤面6目勝ちとなりそうな逼迫した勝負を半目勝負という。半目勝負の場合、 必ず最後にダメを詰めた方が負ける。揚げ浜、黒西、白西、図一は架空の対局の終局図であり、白がにつないで終局した、は、死んでいる石。揚げ浜、黒星、白七子、図には、すべてのダメを詰めた後、お互いの死んだ石を揚げ浜に加えた状態である。最後のダメは、白が詰めた。黒の地は、 盤面57目上げ浜7目イコール50目。白の地は、盤面48目上げ浜5目込み6目半イコール49目半で、黒の半目勝ち。上げ浜、黒西、白西、津山は架空の対局の終局図であり、白が煮つないで終局した。は、死んでいる石。随一の対局と比較して、赤丸の部分に、白地が一目多くある。げ浜、黒 白7し、図4はすべてのダメを詰めた後、お互いの信頼子を上げ浜に加えた状態である。最後のダメは黒が詰めた。黒の地は盤面57目上げ浜7目イコール50目。白の地は盤面49目上げ浜5目込み6目半、イコール50目半で白の半目勝ち。このようになる理由は5番の交点の数が奇数であることにある。 囲碁は、黒が先手、白が後手である。終局まで行ってもパスをしない場合、黒が着手を完了した段階イコール白の哲害での着手された石の総数は1、3、5、7と奇数になり、白が着手を完了した段階イコール黒の哲害での着手された石の総数は2、4、6、8と偶数になる。ダメを詰め終わり、整地が完了した盤面は、 すべての交点が、黒もしくは白の生きていた石お互いのアゲげマイコール、着手された石か、黒もしくは白の地のどちらかで埋まる。これにより、成地が完了した盤面には、361、着手した石の総数イコール黒字と白字の合計、という公式が成り立つ。すなわち、となり、となる。ケース A の場合は、黒白ともに地が偶数もしくは、黒白ともに地が奇数となり、 込ミを出す前のお互いの地の差は0、2、4、6、8のようになる。半目勝負では6目差となり、白の半目勝ちになる。ケース B の場合は、片方の地が奇数で、もう片方の地が偶数となり、込ミを出す前のお互いの地の差は1、3、5、7、9のようになる。半目勝負では7目差となり、黒の半目勝ちになる。上のような法則が成り立つのは、 お互いに終局まで行ってもパスをしないかつ、ダメが、奇数個の席が発生しない場合に限られる。下のようなケースは、パスや、ダメが、奇数個の積が絡み、最後のダメを詰めた方が勝ちになる、例外である。ただしパスや、ダメが、奇数個の積が絡んでも、最後のダメを詰めた方が、負けになる、例外の例外ケースも存在する。パス以後は、ルール上、パスが可能である。 前日の通り、黒の着手時点での着手した石の総数は奇数、白の着手時点での着手した石の総数は偶数になるが、途中でどちらかが行ってパスすると黒の着手で偶数、白の着手で奇数と逆転し、最後のダメを詰めた方が勝ちになる。石上図の上部分のような石はダメが、奇数個である。このような形ができて終局すると、着手した石地の合計は、 偶数になるため、奇数と偶数の立場が逆転し、最後のダメを詰めた方が勝ちになる。ただし同じ席でも、上手か部分のような席はダメが玉数個であるため、奇数と偶数の逆転は起こらない。例外の例外、例外の例外ケースとしては、がある。ただしこのようなケースが実践で生じることは、非常に稀である。上の解説はすべて、コミが六目半の場合の話である。 かつてコミが五目半だった時代には奇数と偶数の立場が正反対で最後のダメを詰めた方が勝ちでありさらに昔はコミが四目半であったためやはり最後のダメを詰めた方が負けであったコミも参照なお中国ルールのコミは七目半であるが日本ルールとはそもそも計算の方法が違うためこのような概念はない2015年に 日本棋院が行った調査では、全対局のうち反目勝負になる割合は、およそ4%であった。また、1 0 0局以上の公式対局がある、日本棋院所属の棋士を対象に行った調査では、反目勝負の発生率が高い棋士は、上位から与田則本、チョーク、小林光一、山城博士、小林里氏であった。ありがとうございます。